あれ、足の方が自分の金でやっていた時はいいけど、うん、人の金入ってくると結構大変なんですよ。いろんなところが入ってくるにはその約束もしなきゃいけないから、そうですね、そうすると多少の無理もしなきゃいけないから、だからまあそういうことがあっていつもいつも MBA をささやかれるわけです。 0.8 ブロック倍ぐらいかスタンドが余ってるわけだから、経営者が MBA をして上場配信するっていう手もあるような。バンドは人の金なんだけど、上場してるよりはもう自由度もあるよね。なるほど。それをだって確約して四半期に一回ね、赤字だなんだからっていうふうに言われるよりも自分の自由度があって、そうすると拒否権まで持てるし、買い集めてるサインじゃないかとかっていうのも言われてはいるので、 MBA をするんじゃないかっていう話ね、ずっと出てるので。現状ソフトバンクってどんな感じになってるんですか？分からない。こっちもよく分かる説明が明日これが流れてたら明後日は違う状況かもしれないぐらい市場とかで変わるから何とも言えない。へー、いつもいつもなんかその危機だ危機だみたいに言われてる、うん、だからなんでしょう、もう前からそんな範疇じゃないから全然平気の平気です。